こんにちは、レオです。昨夜のイベントでは iPhone 14 の他に Apple Watch も発表されました。3つの新しい Apple Watch があって、Apple Watch SE、Apple Watch S8、そして Apple Watch Ultra の3つでした。前半2つは今度説明します。今日は発表の興奮そのままに、ウルトラについて解説してみたいと思います。価格がなんと 124,800円で、素材別のモデルなしの一択です。なぜそんなに高いのか、そして誰が買うのか、僕的には3つの理由があると思います。まず機能面で普通の Apple Watch とはかなり違います。さらに、つまんない理由なんですけど、円安があります。そしてそもそもターゲットユーザーの母数が少ないことがあると思います。一つずつ説明していきます。まずこれまでの Apple Watch からの進化をおさらいします。とにかくディスプレイがでかいです。一番大きなインパクトがあるのが 49mm のレティナディスプレイです。これまでの最高サイズが 45mm だったので、そこから 4mm も大きくなりました。 4mm ってどんぐらいのインパクトかというと、初代の Apple Watch の大きいサイズが 42mm で、そこから7世代かけてやっと 3mm 大きくした 45mm がこれなんですけど、こっから今回一発で 4mm でかくなるっていうのは間違いなく大きなインパクトになるはずです。ディスプレイは明るさも進化して従来の2倍明るくなります。で、新しいボタンも搭載します。デジタルクラウンの反対側に搭載されるカスタム可能なアクションボタンというものです。で、これワークアウトを操作したりとか、次のインターバルをスタートするときに使えるそうです。で、基本的に特定のタフなアクティビティを行う人を想定して作られていて、クライマーとかランナー向けに GPS システムを2種類採用することで、その GPS の精度を高めていたりとか、あとダイバー向けには100メートル耐水っていうのを実現しています。ハードに使われる想定なので、マイナス20度から55度までの気温に耐えうる設計になっていて、米国国防総省によって開発された MIL-STD810H っていう規格にも準拠しています。要はタフってことです。そしてランナー向けには薄いトレイルループが、ダイバー向けにはオーシャンバンドが、そしてクライマー向けにはアルパインループっていうものを作っています。バンドも新しくなります。で、内蔵マイクが3つ搭載されていたりとか、皮膚音測定機能があったりとか、あと衝突事故検出機能が搭載されたりしたっていう点は、普通のユーザーにも恩恵はありそうです。なんですけど、クライマーとかダイバーに限らず、とにかく相当エクストリームな人向けに作られているプロダクトです。で、これらの機能に加えて単純に高級素材が使われています。今の Apple Watch のラインナップっていうのは、 S8 がアルミとステンレス、そして SE がアルミニウムなんですけど、ウルトラには唯一チタニウムが使われています。チタニウムなのでタフであると同時に、高級感もちょっと増しそうかなと思います。前面にも iPhone のレンズ部分と同じサファイアクリスタルが使われています。皆さんもね、手元の iPhone のレンズ見てほしいんですけど、普通に使ってればほぼ傷ついてないと思います。これぐらいの強度のものです。これでもかっていうくらいの最高仕様ですよね。だから確かに高級ではあるんですけど、これ完成次第なんですけど、人によっちゃやっぱエルメスモデルみたいなものを購入するよりは、よっぽど納得感のある投資になるんじゃないかなという気もします。ただね、そもそも不必要っていう話は、10万円の時計は不必要ですという方が多いのはもう重々承知しています。はい、でも昨日いろいろ見ていくとね、やっぱり十分進化はしているとは思います。で、二つ目の理由が円安です。これ本当につまんない話なのでさらっといきます。日本円で 124,800円のアプローチウルトラなんですけど、これ税込み価格なので税抜きだと 113,455円になります。それに対してアメリカでは 799US ドルです。1ドル約142円の計算です。で、1年前の1ドル110円の計算だったら、8万8000円の税込みで 96,800円でした。これでも高いんですけど、10万円を切ると印象変わりますよね。すべては円安です。はい。なので、困る人は自分で外貨を稼いだりとか、選挙で円安を止めてくれる人に投票するなりしてみましょう。この話、ほんとつまんないので、次行きたいと思います。最後の理由が、マーケットを構成する人口の少なさです。
で少し調べてみるとダイバー人口って日本国内に100万人もいなさそうなんですよね。で登山家はダイバーよりは多いんですけど、アップルウォッチウルトラが必要なほど本格的に山に定期的に登る登山家の数っていうのはたかが知れてると思います。でこれはダイバーも同じですよね。実際ターゲットになるのは100万人もいないと思います。でそう考えると少なくとも日本に限ると本気で検討しようと思う人の数ってよくて10万人なんじゃないかなと思ったりします。でその半分がじわじわ購入しても5万円ですよ。だから5万人が12万円投資したとしても国内60億円の市場です。気になって調べてみるとハイエンドトラッカーでアップルが狙う市場を抑えているガーミン社の2021年の売上が5ビリオンで日本円にして7184億円らしいので60億円だとその 1% になってしまいますね。でガーミンにはスマートウォッチ以外にもいろんな製品群がありますし、日本以外の市場の方が広いんでしょうけど、さすがに60億円の見立ては少なすぎましたかね。で日本で10万人って1200人に1人です。少な。でもそのくらい売れてくれないと困るし、逆にターゲットの人数とか考えるとそのくらいプレミアム価格で売らないとビジネスとして成り立たないんじゃないかなというふうに思います。で日本だけで考えるのはナンセンスで、まあ、僕が以前住んでたバンクーバーみたいな都市だと近くに山も海もあってアクティブな人も多いですし、まあ、北米だったらそれなりに裕福な人も多いので、まあ、ウルトラのターゲットっていうのは、まあ、日本よりも広がる地域はたくさんあると思います。だけど日本よりも狭まる地域もたくさんあります。なのでこの機能が必要な人っていうのが爆発的に増えるとも思わないので、やっぱりこう必要にする人との数とビジネスとして成り立つ部分のその両方を考えてこの値付けになってると思うんですよね。でまあそれは当たり前なんですけど、まあ何が言いたいかというと iPhone とか AirPods みたいなコモディティな商品とは明らかに違う値付けの仕方です。最近の Apple 製品の他のジャンルで言うと、例えばスタジオディスプレイとか Mac スタジオとか、あと AirPods Max あたりとよく似てる戦略かなというふうに思います。全然広く売れなくていいからコアで必要な人だけに刺さって Apple っていいもの作ってるよなっていうブランドイメージにつながることも期待しているような、反則にも期待しているような、PR にもつながるような、そんなプロダクトなんじゃないかなと思います。で裏の裏まで想像した上で僕はこのウルトラ、最高にかっこいいと思ってます。僕もともと意外と身長も高めで180あって、あと腕もまあ太くはないんですけど細くもなくて結構血管が浮いちゃう系のごつい腕なので、多分ね僕似合う気がするんですよね。だから買いました。気が変わらなければね、ちゃんと購入して使ってレビューしますのでお楽しみにしてください。これ計算しててね、1200人に1人しか使わないのかもしれないって思うとなんか価値が増した気がして、なんか時計ってね、以前高級品としてのアイデンティティみたいな部分があったと思うんですけど、なんか意外とそういう楽しみももしかしたらあるのかなとか思ったりすると、ますます楽しみになってきたので、ワクワクしながら待とうと思います。そんな感じで皆さんはどう思いましたか？この動画の感想、そして Apple Watch Ultra に関する感想もぜひお聞かせください。コメントお待ちしております。それから、今後もね、 Apple のこのイベントの情報とかどんな話があったかとか、僕は何買うかとか、解説とか、僕以外の向けの人のね、こういうガジェットギークじゃない人向けの動画も作りたいと思ってますので、よかったらチャンネル登録してください。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、ノートやってます。全部レオトラブで検索したら出てきますのでフォローしてください。以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。